今日はのび太くんを薬漬けにするところから始まります。1万貯まったからね。1万貯まったけん、このお金でまた体力の最大値を上げて、あと、もう一個やりたいこと決まってるんだけど、ジョロの強化したいから、金鉱石を集めるために、ちょっとズルします。ズルします。もう最初から言っとく。ズルやります。金鉱石掘るためには、下の方、地下の方まで行かなきゃいけないんだけど、そこまで行くのにズルをします。セーブ&ロードを繰り返す。ロープの位置ってね、変わんないんだけど、ロープの位置が分かったら、ロードして、そこを掘って、下に降りて、セーブして、みたいな。それを繰り返したら、下の方まで行ける。とりあえず、今日はお金と薬だな。薬を買うぞ、薬を。ついに、もうちょい、体力の上限が上がるんかな、これで。おはよう。ルルの有効度がそんなに上がってないんだよな。お、静香ちゃんも緑色になったね。いいね。はい。ステリードリンク来ました、ついに。飲むぞ。あと元気ドリンクも買っとかないと。はい。お大事に。さてさて。体力がまた。5増えるぞ、5。買いましたよ。ステリーさんが作った特製ドリンクね、今度は。ステリーさんが頑張って研究してやっと開発した薬。ロイドが作ったやつよりステリーさんが作ったやつの方が上がるとかないよね。てか、だんだん高くなってんの。高くなったとってあれでしょ、どうせ上限が前のより上がるとかないんでしょ。お、やったー、よかった。お、ありがとう。そうだわ。5でしょ、上がるの。10とか上がっ、え、10とか上がってくれない、これで。どうや、ん、あ、ん、5しか上がらないよね、やっぱり。今日はどう買ったの？値段変わってんのに5しか買わ、あー、次1万5千ですって。次はロイドか。ロイドドリンク買い。なるほどな。5ずつか。そりゃまあそうか。ダシラあったよ、あったよ。お、どうした？ガガンさんが作ったツルハシ、なんかあったな、そんなこと。よし。わわわわ。あ、重たいんだ。うん。のび太の体力がないだけとかない？それ。倒れる倒れる。倒れてた。やっぱり倒れてた。ジャイアン。おい。そうそう。実は。やっぱり。あのな。ああ、ノコギリね。そんや、そんな、ノコギリ事件あったな。そうだな。いや、きっつ、あのノコギリ使い物になんなかったとか、めちゃくちゃ言いづらいこと言わせるな、のび太に。なんだと。えぐ。頼んだぞ。いや、マジ、マジジャイアンクソすぎる。
言いに行くの嫌やよ、ちょっと。鉱山に予定があるから鉱山まで来たのにさ。あ、よかったよかったよかった。よかったよかった。はい、今からズルしまーす。はい、日記を書いて。あれ、ツルハシどこだった？これでロープの場所を探り当てまーす。どこだ？ないぞ、ないぞ。え、ないぞ。マジ？そんなことある？そんな運ないことある？なあ。は？間違えた。いや。ひどいな、これね。いやー、きつ。運悪すぎにも程があるよな、これ。え？残り2個だよ、みんな。やばない、ちょっと。あ、残り1個。は？見て、みんな。一番最後まで行ったって。うっせえやん。つらい。ちょっと、ちょっと、やっぱズルしたらダメってことかな、俺。あれ、なんかシステム、なんかあれかな、ズルしてるの見抜いてる？見抜いてる？ちょっとやめてよ、そういうの。やめてくださいよ、本当に。勘弁してくださいよ。私はちょっと金鉱石が欲しいだけのものなんで、あの、金鉱石が掘れればそれでいいんです。ちょっとお願いしますよ。金とその2個下、これよし。うわー、掘れないとこだいぶ増えたなー。ってことは？もうあれかー。改良しないと。先には進ませねえぜってことか。おお！早い。硬い岩盤が増えてきたな。捨て子。捨て子。あー、ダイヤモンド。鉄鉱石。ティラノの化石だって。ティラノサウルス？いや、それはいいんだけど、金を出せって。それはいらんからさ。金を出さんかい。琥珀、琥珀はもういらん。お、金。どこだ？これは。ここか。いや、でも、もうロープは見つからんだろうな。お、金。いいね。ここか。鉄。お、エメラールド。もうちょい頑張って、もうちょい頑張って。琥珀。何？ティラノの化石か。え？復元できんのかな？ティラノサウルス復元させる？できる？
日記を読む。多分これ限界だな。体力的にここがもう限界来てるな。琥珀、うわー、琥珀めっちゃ高く売れるんだ。720。エメラルド安っ。ダイヤモンド3。え、ダイヤモンドより琥珀のが高いの？ま？なんで？なんで？それはちょっと、ティラノサウルスの化石180。安すぎんか、それは。琥珀？そんなに高いの？琥珀の高さにびっくりしたわ。マジ？化石より琥珀高いってどういうことやねん。あー、5個か。全然ダメだな。5個はダメだ。この辺はもう売るか。低いもんな。低いのはもう売っちゃおう。よし。寝るか。結構稼いだなー。